エルブルゴデオスマは、スペインカスティーリアイレオン州、ソリア県のムニシピオ。正式名称は、ブルゴデオスマシューダデオスマである。1993年に、スペインの歴史保存地区となった。自治体は2つの地区からなる。シューダデオスマ地区は小さく、西オウセロ川、南オドゥエロ川が通る。エルブルゴデオスマ地区は大きく、ソリア県の教区制度である。 アスンシンデールブルゴでオスマ聖堂がある。オスマとは、ケルトローマ遺跡であるウクセマ・アルガエラ遺跡から派生した言葉である。第一次ケルキベリア戦争後、紀元前1世紀頃に古代ローマが要塞として作った。5世紀に西郷と王国に占領されてから、奥様、または、おソマと呼ばれた。597年に教会が作られた。 ムーア人支配下でも町は繁栄した。1101年、最初の聖堂が、西元時代の修道院跡に建てられた。自治体市長は、カスティーリアイレオン国民党のホセアントーニオパルド、カピージャ。ブルゴデオスマシューダデオスマは、ブルゴデオスマシューダデオスマ,オスマ司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。ありがとうございます。